今回はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。今回は堀口くん関連のメッセージが中心となります。ミラボレイヤ様、高額投げ銭ありがとうございます。今回ちょっと真面目な内容なので担当直入に失礼します。なんだったら読み上げるかどうかもお任せします。前回のお布施を差し上げた後、膨大落ちて学習院受かるって普通なのかと感じてちょっといろいろと調べてみましたので調査結果を報告します。今回の情報、換金していただく際の何らかの参考になれば幸いです。あいにく自分はこうした用途の発信手段を持ち合わせておりませんで、レイヤさんに代わりに発信していただければ幸いです。レイヤの母親を名乗る変態の方から真面目なメールが届きました。いや、そんな急に真面目なメッセージを送られても反応に困るというか、まあまあええわ、続きを読み上げていきます。まず、各大学の偏差値について以下のサイトで確認しました。 URL 2024年度入学者向けの情報のため、堀口くんが受験した2016年度とは状況が異なる点に注意が必要ですが、大学入試の偏差値に関しては基本的に大きな変動は少ないと考えて良いと思います。あくまで参考程度に留めていただければと。防衛大学校に関しては人文社会科学科のボーダー偏差値が 62.5 でした。一方、堀口くんが入学した学習院大学の法学部政治学科の偏差値は 55.0 となっています。このことから学習院よりも防大の方が難易度が高く、堀口くんが防大に落ちて学習院に受かったという状況は妥当なものだと判断できます。私は体育会系ではないので、防衛大は進路としてアウトオブ眼中だったため考えたこともありませんでした。防衛大って誰でも入れるわけではないのですね。誰でも入れたらそれはそれで問題ですから、妥当なところでしょうか。てか堀口くん、自衛官志望だったんですね。自衛隊は組織ですし、バリバリの体育会系のイメージが強いんですが、果たして軍隊の中でうまくやっていけるのでしょうか。随分勇気ある挑戦ですね。もう一点疑問なのが、防衛大学校に落ちたタイミングです。というのも、防衛大学校は、学科試験である一次試験と、身体検査及び、面接で選考が行われる二次試験があり、一次試験は、地元の予備校や大学が、試験地に選ばれるのに対して、二次試験は、各地の自衛隊基地で開催されます。はい？よくご存知ですね。さては経験者ですね。ネットの集合地って怖いですね。私は二次試験も経験したのですが、普通に駐屯地の中に入るためちょっとした自衛隊基地見学も楽しめます。当時の私は堀口くんほどではありませんでしたが、ライトな軍事オタクでしたのでなかなかテンション上がりましたし、陸上自衛隊の駐屯地だったので同じく軍オタの友人と90式戦車を間近で見てすげーすげーと興奮してたのを覚えています。現職の自衛官の方々との面接においても、阪神淡路大震災の際の苦労話、当時は 3.11 の前でしたなどを伺ったりして非常に有意義な時間を過ごせました。お、いいですね。そういうのもあるんですね。面白そうです。私も自衛隊の駐屯地に入ってみたいですね。最近は自衛隊も広報のために SNS や YouTube などをやっていますから、我こそはという体育会系の兄貴や姉貴は将来の進路の選択肢の一つとして自衛官を候補に入れてみてはいかがでしょうか。いやでもこのチャンネル、10代以下の視聴者の比率がめちゃめちゃ少ないですよね。若者はあまり見ていないようです。で、堀口くんがもしも二次試験に駒を進めていた場合、おそらくですが危機としてそれをレポートするのではないでしょうか。体育祭やニコニコ超会議で軍装するほどの彼が駐屯地の内部に入れる貴重な体験をしたにもかかわらず、全くノータッチなわけがないのです。このことからも堀口くんは一次試験で落ちていたことがわかります。ああ、確かにそうですよね。というかもし一次試験に受かっていたら、それはもうウキウキで SNS などで報告するのではないでしょうか。堀口くんは都合の良いことはガンガン報告するけど、都合の悪いことは全く報告しないという特徴がありますから、断言はできませんが一次試験で落ちている可能性が高いです。自分語りの有無で大まかな予想がつくのさ。ささて、試験科目についてですが、各大学の2023年度入学者向けの入試要項を確認したところ、防衛大学校の試験は英語と国語が必須科目で、数学と日本史、世界史から1科目選択でした。一方、学習院も同様に英語と国語は必須、数学日本史、世界史政治経済倫理地理から1科目を選択する形式でした。このため英語は少なくとも大学に合格する水準には達していたのかなと思います。ただし、それでも偏差値62の大学に落ちることはあまり考えられません。ぶっちゃけ英検2級さえ取れる実力があれば、基本的に英語を要求するどの大学でも落ちることはまずないと考えています。その他の科目が壊滅的でもない限り。堀口くんは英検に関する自分語りはしていたかしら。現在の堀口くんのアカウントで英検を含むツイートは2件あります。いずれも他人に英検をアップするよう要求するツイートでした。残念ながら過去ツイートからは堀口くんが英検何級なのかはわかりませんでした。前回お話しした田所くんからも、英語に関してはお前英検2級取ったんでしょ、じゃあ教えることねえわ、記述に関してはむしろ英語の先生に添削頼みな、俺が紹介してやるからと太鼓判を押されたくらいです。田所くん、まさかの再登場で、さあ今後も、
ところたどころで、田所くんが再登場するかもしれませんね。もう二度と出てくるんじゃねえぞ。田所くん、まさか田所くんという存在によって、堀口くんに関する調査が、一歩深まることになるとは、バタフライ効果ってすごいですねー。これって、勲章ですよ。甲骨、堀口くんが、金カレに進学するにあたって、受験した IELTS は、以下のサイトによれば、金カレが定めた合格要件である、総合バンドスコア7、0、で英検1級相当、とされています。URL、なので英語力に関しては、総合すると、普通に胸を張れるレベルなのですが、問題は、リーディング、リスニング、ライティング、スピーキングの4技能を通し試験だということです。ということは、男堀口なら、英検2級は取れそうだから、防衛大にも受かりそう。受かりそうじゃない、なぜ落ちてしまったのでしょうか。ここで考えていただきたいのが、堀口くんの発言は、しばしば論理が飛躍する点です。ライティングや、スピーキングに関しては、論理立ててわかりやすい会話や、文章構成を心がけねばなりません。ここから先は考察ですが、ここまで数学に触れる機会が、非常に少なく、論理的な思考を養うことができなかった。堀口くんにとって、ライティングやスピーキングは、鬼門だったのではないでしょうか。それを考えると、IELTS の技能別スコアを隠した、堀口くんの、不自然な行動の動機が、なんとなく見えてきます。もろちん、これはあくまで推測ですし、2024年度の情報を元にした話ではあるのですが、疑惑は深まっま、とりあえず一つ言えるのは、堀口くんが、黒塗りなしの試験結果を、正々堂々とフルオープンで公開してくれれば、それで解決する話なのですが、多分彼は意地でも公開しないでしょうね。いろいろ理由をつけて公開を拒否すると思います。っていうか、今の話がもし本当だと仮定した場合、公開したくても、できないんじゃないでしょうか。堀口くん、全部公開すれば完全勝利できますよ。マウントを取るのは大好きなんでしょ。公開するだけでマウントを取れるんですよ。マウント取り放題ですよ。なぜ公開しないんですか。今すぐ公開しましょうよ。やっちゃいましょうよ堀口くん。以上となります。今後も空いた時間を使って引き続き学歴面からの調査を進めてみたいと考えています。何かわかり次第ご迷惑でなければまたご報告させてください。あからさまにリーガルアウトだったり倫理的にアウトな内容でなければできる限り動画で紹介させてもらいます。なお今回メッセージを送ってくれたこちらのミラボレイヤ様はいつもは自分のことをレイヤの母親と思い込んでいる変質者です。急に真面目な長文を送りつけてくるのやめろ。寒暖差でショック死するかと思ったわ。アイアンメン様、ありがとうございます。はじめましてレイヤ様の動画、いつも楽しく動画を見させていただいております。今回は動画を見ていて思ったことを聞いてください。実は私は学生時代はいじめられており、その中でもあることないことを言われて周りから自分の思った通りに誤解されず認識してもらいたいという欲求があります。なので事実と違うから不快な気持ちにはならないとは必ずしも言えないので、そこは同情しました。しかし周りに理解されるのにも第三者からの視点を考えて努力や認識をしないと難しいと自分も年を取り分かりました。彼も早く気づいてくれるといいのですが。彼も早く気づいてくれると良いですね。助け舟を一瞬で蹴っているあたり無理そうですけれども、絶望。もしかしたら彼は自分自身のことについて誤解しているのかもしれません。自分が叩かれているのは周りから誤解されているからだ。その誤解を解けば多くの人は理解してくれるはず。そんな都合の良い風に思っているのではないかと考えてしまう節がいくつかあるんですよね。実際は誤解もクソもなくて彼の言動に対する正当な評価なのですけれども、例えば現在進行形で炎上の責任を全て他人になすりつけている様子を見ると、ほとんどのコミュニティで彼は何かしら問題を起こすと思います。どうすれば彼を救えるのか、私も真剣に考えてみたんですけれども、何も思いつきませんでした。丸投げ。だってさ、あの若いを蹴る人間を救う方法ってありますか？無理でしょ。自分のことを第三者目線で見るのは大切ですね。若い頃に尖っていた人間でも、歳をとっていろいろな経験をするにつれて、どんどん丸くなっていくというのは結構あります。まあ彼の場合は、歳をとって丸くなるのを待つとか、そんな悠長なことを言っている余裕は一切ありませんが、早く丸くなれよ。秒速で丸くなってくれ。頼むから。ネーム様、ありがとうございます。こんな一生残る、丸々晒しちゃって、堀口くんは、丸々にならないか、心配です。こういうこと言うと叩かれそうなんですが、WBPC 含めてまとめて、暇そらさん界隈を悪にできる形勢逆転できます。あんまり具体的な名前を出すのは、良くないですよ。もし私が同じことを言ったら、多分炎上すると思います。気をつけてください。個人的にはあんまり軽はずみに、名前を出すこと自体が良くないと思います。しかし言わんとすることはわかります。私もこういう過料をしている身として、今後どうすべきかを真剣に、
に考えています。ただ正直、盛大にンダーをしてから完全にリーガルアウトな誹謗中傷とかはほとんど見かけないので、今彼が受けているのはそのほとんどが合法的な批判となっています。そういう点では大量開示は一定の効果があったのかもしれませんね。しかしその代償として堀口くんはリーガルセーフな批判を今後もずっと受け続けることになるでしょう。何かさんが本当にすごい闇なら強引にでもそうしたくなると思います。そうなるとリーガルセーフ動画でも尋常じゃない数の動画数でレイヤーさんは目立つだろうから心配です。そんなことを気にしてたらそもそも辛口の時事系みたいなことはできませんよ。私はこれまで多くの方々を批判させてもらっていますが、批判すると自丸する可能性があるなんて考えていると批判自体ができなくなってしまいます。ただ中井戸様から手を引いた時のように状況によっては私も手を引く可能性はあります。ただ堀口くんが和解案を蹴った以上は私が自分から手を引く可能性はかなり下がりました。もし仮に堀口くんが和解案に応じていた場合、私は堀口くん関連の動画の投稿をすっぱりやめていたと思います。堀口くんは四方八方に喧嘩を売っていますし、私に対しても開示申し立てしているわけですから、堀口くんに対する言論活動はこれからも続けていきます。私は以前から誹謗中傷は訴えたら良い、でも普通の批判を大量開示するのはおかしいと是々非々で言っていますから、これからもやることは変わりません。堀口くんが良いことをしたら称賛しますし、悪いことをしたら批判します。今後も良識の範囲内での言論活動を続けていきます。誹謗中傷なら私や他の投稿者の方々も散々受けています。もし私が自丸をほのめかしたら誹謗中傷が止まるのかというと多分止まらないです。他人に批判される覚悟もないのに、ネットで安易に他人を攻撃するべきではありません。31キロ様、ありがとうございます。こんにちは、レイヤー様。前回の構成に転じると言いましたが、やめときます。さてさて、有言実行3人目、北村春夫弁護士の動画にて、弁護士会主催の相談会に行くのも、良い弁護士を見つける手段、とのことで、弁護士会主催の相談会に行きました。まあこちらから攻撃する場合は、多大なリソースを消費しますからね。無理しない範囲でやるのが一番良いと思います。素晴らしい有言実行ですね。どこかのパンダにもぜひ見習っていただきたいものです。コメント、示談金ビジネスについてこれで開示請求通すのは難しいのではということ。開示に関して確実なことは言えませんが、弁護士からのお墨付きがあると心強いですよね。それで開示がもし通ったらガバガバすぎる気がします。ちょっとした悪口や揶揄でもバンバン開示が通ってしまいますね。開示が簡単に通りすぎるのも問題です。特に堀口くんの場合は刑事告訴はどうか確認しましたが、相当ハードルが高いので被害届の受理もされないのではということでした。こんな相談会ないのではないかというぐらい面白い内容になりました。またお手紙します。実りのある相談会になったようで何よりです。弁護士の方々と話す機会は職種によってはなかなかありませんから、良い機会に恵まれましたね。てか北村弁護士も YouTube やってるのかよ。今ってほんと誰でも YouTube やってますね。刑事告訴は難しいですか？それは残念です。じゃあ私もちょっと無理かもしれませんね。以前、アグレッシブな姉貴が、恐喝未遂で被害届を出していたので、ワンチャン私もいけるかなと思ったのですが、ちょっと特別な条件等が必要みたいですね。レイヤーが堀口くんを刑事告訴するという夢は、叶わないかもしれません。アクティブなのは良いことです。それにしてもガンガン行動しますね。情報ありがとうございました。この調子でぜひ今度は、シンガポールに行って、有言実行してきてください、パンダ。闇属性の森の熊さん様、ありがとうございます。おはこんばんにちはレイヤー様、先日はおすすめ映画の詳しいレビューありがとうございました。今度レンタル屋に行ったら探してみます。あの2本はおすすめですよ。チョコレートドーナツに関してはマイナーってことはないかもしれませんが、さてレイヤー様にぜひ見ていただきたい映画があるので紹介させていただきます。題名はブレアウィッチプロジェクト。見たことありますでしょうか？ペヤングチャレンジも無事終わりましたし、新しい企画として検討していただけたらと思います。夜に真っ暗な部屋で見ていただき、ぜひ感想をお聞きしたいです。ちなみにこの映画、めったにホラー見に行かない僕が映画館に足を運び、怖すぎて唯一公開した映画です。スタッフロールが終わって館内が明るくなるまで動けませんでした。今は動画制作に忙しいでしょうから、広告単価が下がった時期にでも検討していただけると幸いです。いや見るわけないやろ。というか見せる気ないでしょ。見せる気ゼロでしょ。これはその説明を聞いて見たいと思う人がいると思いますか？もろちん、ホラー映画大好きな人はこの話を聞いて大喜びで見るかもしれませんが、私はそもそもホラー映画は一切見ないので申し訳ありませんが見ません。今日はホラー映画ではなく浅見ゆまの動画を見ます。っていうか普段動画で取り上げている内容も実質真夏のホラーなのに、オフの時間にもホラー映画を見たら24時間ホラー生活じゃないですか。頭おかしなるで。というわけでホラー映画が好きな人はブレアウィッチプロジェクトぜひ見てみてください。映画館で動けなくなるってどんだけ怖いんですか？ヤバすぎでしょ。そんな映画を人におすすめしてはいけない。今しめ。ちなみに私のおすすめのノベルゲームはさよならを教えて、さやの歌、マグラブオルタネイティブの3本です。
闇属性の森の熊さん様、ありがとうございます。どうも、出禁になった熊です。ではいつも通り、今から、気持ち悪いことを言います。君と僕と、このお人形さんで、気持ちいいことをしよう。しょ。お伏せをなんだと思ってるんだ。いい加減にしろ君は。もう許せるぞおい。勝手に人形としててくださいよ。なぜ私を巻き込む必要があるんですか。人形と幸せな〇〇をして終了で良いじゃないですか。はい、今ので登録者が10人ぐらい減りました。その補填として、次回はお伏せ8700万円お願いします。もしくは手をついてわびた上で9800万円くれたら許します。求婚を性的な目で見てる様、ありがとうございます。レイヤさん、お久しぶりです。私です。ユリスト・ジェラートって、いいよね。ユリスト・ジェラートってなんだよ。いや、求婚様が知らないのに、私が知ってるわけないでしょ。何を言ってるんですか一体。自問自答しないでください。私に聞かれても困ります。一体どうしろというんですか。ユリは良いですけれども、ユリに嫉妬が絡むというのも、まあありっちゃありなのかな。ジェラートが意味わかりません。そういうのはなんかこう、嫉妬が燃え上がるという意味で、熱い系の言葉が来るのではないでしょうか。それなのにジェラートってお前、冷たい系の言葉を後ろにつけて、冷めてどうすんねんっていう、ユリの嫉妬も、冷めてしまいそうな言葉です。皆様わざわざ外部サイトでの投げ銭と楽しいメッセージをありがとうございました。お知らせです。レイヤのアマゾンおすすめ商品をまとめたページができました。レイヤのおすすめのワインやお酒、おつまみ等を一覧で紹介しています。詳細は概要欄からどうぞ。最後に自前の広告が流れます。すごく美味しい、おすすめの赤ワインを紹介します。赤ワインというと、苦味が強いイメージがありますが、このワインは、嫌な苦味や渋みがほとんどなくて、果実味が強く、飲みやすい甘口です。私は赤ワインが苦手なのですが、これは普通に飲めます。モロチン赤ワインなので、若干の癖はあるのですが、赤ワイン入門用の一本としても、おすすめです。めちゃめちゃフルーティーで、美味しいので、ぜひ一度飲んでみてください。リンクは概要欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。